あ、今日ですね、こちらの私もらいましたですね、扇風機、うん、風出てるんですけど、これをですね、ちょっとね、布団とかソファーとかやっぱ服の毛が飛びますよね。で、それがやっぱあのパソコン類のファンに入ったりして、まあちょっと機器類が悪くなったり、ゴミがすごい散らかって、やっぱ肺にも悪いじゃないですか。空気清浄機にしようかと思います。すっごいね、ホコリ入ってるんでね、これを空気清浄機にするためにまず分解します。あ、出たか？この間に今挟んで、なんか一箇所取れたような気がします。お、外れた。来た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 。じゃあ開いた。来たねー。来たねーな、これ。風呂場でやろう、風呂場で。来たねーな、ほら。いやいやいや。で、ここですね。これがやっぱ一番汚いね。うん。こんだけホコリを集めるってことだから。これ外したらパッコリ取る。全部ゴミ取りましょう。出して、はい、ブラシやろう、ブラシやろうか、どんだけ汚れてる。こちらルックで今これ水抜いてこれをかけます。で、一時つけ置きします。それで汚れ取りましょう。じゃあつけ置いてる間にこれ全部拭きましょうね、濡れてるところ。
綺麗になりました。中もね、あれ良かったな、あのマジックリンみたいなやつ。熱湯で超あのシャワーのね圧力を変えれるやつがあって、それでバーッと飛ばしました。これだ、いやお、ちょっとここ先につけましょうか。ここにつけます。この平べったいへこんでるとこに多分ネジ穴を当ててネジを止めなきゃいけないですよね。はい、そしたらこれを止める。ここも変な回り方しないように止めます。壊れてたらこのまま、粗大ゴミに直行でございますよ。スイッチオン。なんか飛んでる飛んでる、水が飛んできてる。水がいいですね。ちょっと今日一番今日にピチャピチャ飛んできてる。ピチャピチャレンジフードフィルダー、ガスコンロのとこ上につけて油を取るっていうフィルターある。こっちか吸い口がこっちなんですね。ここにこのフィルターちょうどこのぐらいだ。フィルターこれ3等分さあ、ということでございましてですね、この送風機、まあ扇風機、タワー型扇風機を、掃除して、そしてホコリを取るね、機械に変えるというね DIY 動画でございました。ありがとうございます。まだいろんなね動画ありますんで、これからもなんかいろいろ工具とか修理するね動画も上げていこうと思いますんで、ぜひですね、まあこれまあ極端なパターンですけど、まあためになった、こういうのをやってほしいっていうのがありましたらですね、コメント、そして、いいね、なんかあんま参考にならなかったなって言ったらダメだねっていうね、あのいいマーク逆でもいいです、まあ、何でもいいんでですね、コメントいただければと思います。というわけで以上ですね、DIY 動画でございました。